それでは早速相談のコーナー行ってみたいと思います。自分は精神疾患を抱えながらトラックドライバーをしています。最近精神的に不安定な状況で体がだるくて仕方ないのですが、ゆっくりとできない状況で入社するときには精神疾患を伏せて入りました。今さら会社には言うことができません。どうすればいいのでしょうか。迷っている子馬。ファングならね、最近ちょっと仕事忙しくて、で具合がおかしかったんでね、病院とか行ったらね、ちょっと精神的にね疲れてると言われましたとね、直属のね上司に相談してみるっていうのもいいかもしれないよ。でちゃんとね医者にね少し休みをね適度に取った方がいいんじゃないですかとは言われてますが、仕事まだまだ自分ね若いんで頑張りたいと思ってるんでよろしくお願いしますってね、まあ言ってみるっていうのもどうかな。ファンクもさ、最近さ、うちの会社でさ、課長補佐のやつがさ、おはようございますって言ってもさ、機嫌悪くて先しないのね、向こう挨拶。で、わーってなんかファンクに当たってくるんだけど、まあ、この豚死ねよってずっと思って、まあ、そういうね、仕事の感じですよ、ファンクも。そう考えるとね、浜田ブリトニーってすごいよね。もう常にさ、パコるって頭の中それだけじゃない。浜田ブリトニーは強いと思う。会社の方にはさ、前からそうだったって言うんじゃなくてさ、最近ちょっと仕事忙しくて、まあ、最近そういう風になってしまったっていう感じでさ、言ってみるっていうのもいいんじゃないのかな。少しはね、まあ休みも取ってみるっていうのもいいよ。だってトラックドライバーでしょ、大変だと思うよ。昔ね、ファンクのね友達がね、まあドライバーやってたんだけど、ファンクも昔やってたね。でその友達がね一人でね運転してるとね、もう不安でしょうがないから、夜中とかでもね携帯でね電話かかってきたのね。でその友達さ、かけ放題って昔なかったから、1ヶ月ねそいつ80万ぐらい儲けてたけど、携帯代でね50何万ぐらいいってたのよファンク以外にもいろんな友達とかに電話してたから。で彼女とかにさ、もういい加減にしてってすごい怒られてたんだって、一緒に暮らしてたその彼女にね。でもね本人からするとね、もう一人だとねもうどうしようもないんだって、でお前からも言ってよって言ってね、あじゃあ、言ってあげるよって言って彼女に言ったらね、電話でいろいろ話してんのおめえかっつってすげえ怒られたよ、レディースの彼女にいや違うんすよって、いっぱいいる中の一人っすよって言って年下のね彼女さんだったけどね、なぜかはねワンク敬語になった、もうねそいつね3時間だろうが4時間だろうがずっとかけてね、ファンクはもう疲れたから寝ていいって言うとね、分かったって他のね友達とかにねかけまくってたのね。もう常にねもうかけ方ですよ、それでね彼女にねすごく怒られてね、結局ねそいつね携帯ね通話ねしなくなったのね。したらね不安になってね事故ってしまった。まあ幸い怪我はなかったけども、会社の車ねだいぶね破損させちゃってね。やっぱりね休みは大切よ、ゆっくりねする時間っていうのはね、たまにはね取ってみた方がいいと思うよ。それでは本日最後の相談です。私は人に何か言われるとすぐ後悔してしまいます。今もいろいろあって寝ても覚めても後悔中です。愚痴をこぼせば相手によっては説教されるのが分かっているので、人に相談もあまりできません。せっかく相談や物事がうまくいっても一時はスッとするし納得できるのに、
またまたモヤモヤがだんだん来て元に戻ってしまいます。後悔しない方法や対処山ほどしてきているのですが、効果があまり効果がありません。もうどうしようもないのでしょうか。一生こうなのでしょうか。すんなっこ。モヤモヤはね、もう誰でも持ってるのよ。そのね、なんかあったことにね、なんていうのかな、光景とかね、言われたことに止まってるかね、それをね、紛らわせる何かをね、知ってるかのね、違いなのかなとなんか思うよ。常にさ、パコるって思うっていうか、それさっき言いましたっけ。いやでもね、ファンクもね、まあ常にモヤモヤサマーズですよ。でもね、毎回ね、ファンクのパターンよ。ファンクのパターンはね、もう動画作ったりね、ちょっとね、最近忙しくてね、ブログ書けてないけど、ブログ書いたりしてればね、なんか悩み事とかね、考えてる暇がない。だからね、何か熱中するものをやってみたら、ファンクだったらよ、ファミコンとかさ、スーファミってさ、今中古でも安く売ってるじゃない。それの本体買ってきて、でね、ゲームセンター CX 見て、うわー、やってみてっていうゲームいっぱいあるから。で、そのゲームセンター CX で紹介してるゲームやってみたら、高橋名人のね、冒険島とか見ててね、まあ、当時のファンクもね、全然ダメだったけども、いや、これ絶対無理ってね、思うから。それでもね、挑みたくなるね、ものがね、CX にあるよ。まあ、ファンクが今ね、もう仕事もね、なんていうの、まあ、休みがいっぱいあって、でね、動画とかももういっぱいね、取り置きしてて、で、もういっぱいね、上げまくってて、時間がもしあったとしたらね、それやりたい。でね、高橋名人の冒険島で玉砕された。いや、やっぱり無理だったわって言いたいもん。やっぱり無理だったわのね、美学というものがね、ゲームにはあるわよ。あとね、忍者ね、龍剣伝でもね、行ってみたい。うわー、これ無理って。もしよかったらね、ツタヤ行ってね、ゲームセンター CX ね、帰ってきてみさ。YouTube でも上がってるからね、もしよかったら見てみて。東京シエクラブが相談事や怖い話や体験だ、許せない出来事の話などを募集してるんだって。よこしてみなさいよ。男ならガンガンよこしてみなさいよ。そんなんじゃ私は物にできないわよ。